列詩は中国戦国時代の諸詩百科の一人列、漁港の尊称。または、その列、漁港の著書とされるどうかの文献を指す。後世の道教では、大きき取得信業とも言う。列漁港は宗始などの先進の書物にたびたび登場するが、式には、伝記がなく、実在を疑う向きもある。帝の園田の出身とされる。道氏には、列漁港を祀る墓がある。 多くの空言や伝説により、同化的思想を伝える。中でも当門編には、現代でいうロボットのようなものが登場する。漢字形文詞には、列史八巻が見える。原稿本も八巻八編からなる。創始等の内容を引くなど、古来より、単独の著者により記述されたものではないと見られている。原尊の八巻には、仏教思想も含まれており、この部分は後に混入されたとも言う。 原稿本は、偽心大以降に成立した偽書であるとの説も根強い。20世紀末以降、偽古批判の風潮の中で、偽書説を否定する説も出されるようになったが、定説にはなっていない。デッシュコリー宇宙業中心網。www.chinanews.com。中国新聞網。2020年12月3日閲覧。ごろもすず K。 中国古典学の再構築にあたり注意すべき問題について古典学の再構築第7号2000年20ページありがとうございます。